適当に片付けちゃおっか。次の予定までまだ時間あるし、ちょっと寄り道してみない？この近くにいい感じの場所があるんだ。俺のお気に入りの場所、散歩中に偶然見つけてさ、なんとなく思い出の川に似てて、君にも紹介したいなって思ったんだ。どうかした？ため息なんかついちゃって。そうなんだ、案外同じ場所だったりしてね。ちなみにどんな思い出か聞いてもいい？お、なかなか大胆だね。そういうアプローチ、俺的には大歓迎だよ。ほんと気にしなくていいから。それより足ひねってない？ならよかった。でももし痛むようだったら遠慮なく言ってね。俺がおぶってあげる。君の秘密の思い出はまた今度のお楽しみってことで、今回は俺のことを少し話そうかな。ここに似た川での出来事をさ。もう何年も経つのに、昨日のことのように鮮明に思い出せるんだ。それくらい印象的で、思い出深い出来事だった。おっと、もうこんな時間か。急がないと遅刻だな。席に大目玉を食らっちゃう。それじゃあ行こうか、お姫様。エスコートは俺にお任せを。君は本当にしっかりしてるね。手強いというか、なんというか。まあ、いいや。